我々 この株式会社ユーマレインクは地域のいろんな商材を発掘し、まあ、それを加工品などにして流通させて、小田原ブランドをいろいろ作ることを行っております。今メインである湘南ゴールドエナジーは昨年20万本発売を達成し、まあ、小田原のエナジードリンクとして少しずつ、馴染んでいっていると思っております。で本日は私どもの企画なんですけど、株式会社ユーマレインクの単独の企画ではなく、合同会社小田原金子手ファームとマクタの加藤氏に、参画していただき合同で行っているプロジェクトです。それが、まあ、今日発表をさせていただく小田原みかんビールなんですけど、開発の経緯といたしまして、合同会社小田原金子手ファームさんがもともと有給農地を活用してみかんの栽培とルネみかんジュースの企画販売を行っていました。で弊社も自社農場がありまして、小田原市のふるさと納税などでみかん収穫体験などをやっておりまして、いろいろみかんの畑を使っていろんなことを行っております。で湘南ゴールドのエナジードリンクは今現在やってるんですけど、やっぱり小田原のみかん、温州みかんを使った何かをやりたいなと思ってずっと考えておりました。で昨年農協の青年部の視察で、銀座のアンテナショップ巡りをしたところ、まあ、愛媛のみかんの会社さんがやっているお店に行ったところ、みかんビールっていう商材がありまして、まあ、それを飲んだ時にすごく衝撃を受けまして、これはすごくカルチャーにもなりうるし、何より味もいい、そして小田原のみかんでもできそうだということで、実際にできないかと思っていろいろ考えました。でそちらの、まあ、社長さんなどにも話を聞いて、まあ、実際に作り方などを聞いて、で弊社のみかんだけを使うのではなく、やっぱり金子手ファームさんがやっているお昼寝みかんがかなりいろんな理念がありまして、そちらと一緒にやっていくときっと面白いいろんな展開ができるんじゃないかということで、私から小山田さんに声をかけさせていただきました。小山さん、共同の経緯をお話ししていただいてよろしいでしょうか。どうも皆さんこんにちは、合同会社小田原金子手ファームの小山田でございます。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。今森谷さんが話をしていただいた通りなんですけれども、私どもは4年ほどぐらい4年ほど前ですかね、に、まあ、神奈川県小田原市の下曽我という地域で、まあ、昔はそこはこう緑というか、まあ、オレンジの色で埋め尽くされていたといわれるほどこうみかんの栽培が盛んでございまして、まあ、まさに小田原のみかん文化を代表する地域でありました。まあ、ところがご案内のように耕作放棄地が非常に、まあ、小田原でも多くなっておりまして、目的にも多くなっているという中で、まあ、農業従事者だけではなくて、そこに住む人たち、あるいは都市に住む人たちでもそういったことに関心のある人たち、まあ、いろんな人たちが、まあ言葉を誤解を恐れずに言えば素人でもですねできるような手法でそのみかんの畑を再生させると保全をするということができないかなということで、まあ、耕作放棄地というのをお昼寝をしていた畑というふうに位置づけまして、お昼寝みかんプロジェクトというものを始めさせていただきました。でその中で小田原はみかんの花咲くかという歌がありますけれども、そういったものができた地域でもありまして、まさに小田原のみかん文化を守っていこうという、まあ、大きな思いの中で、森谷さんがまた違う場所ではありますけれども同じ小田原の地域でほとんど考え方としては同じようなことを言っているということで、まあ、私よりも森谷さんは若いですけれども、その若い人とともに、まあ、20代であるとか30代とかそういった人たちがなんかこの小田原のみかん文化を守るためになんかこうできないかなということを前々からずっと考えてまして、まあ、そういった中で、まあ、森谷さんは湘南ゴールドエナジーというものをこういち早く開発して、このブランドを高めるということを率先してやってられると。でうちもお昼寝みかんビールというお昼寝みかんジュースという形で、まあ、些細な取り組みではありますけれども、ささやかな取り組みではありますけれども、まあ、そういう中で少しずつブランド力を高めていく中で、この湘南ゴールドエナジーとお昼寝みかんが組んだら、今まで組んだことはないんですけれども、もし組んだらこれはこれでとても大きなインパクトがあるのではないかなというふうに思いまして、今回森谷君さんから話があって喜んで合計するというか一緒にやりましょうよということで、まあ、今日
ありがとうございます。まず今言われた通り、もともとみかんジュースをやっていて、うちはみかんを栽培して売ったり収穫体験やってたんですけど、ジュースは作っていなかったので、まあ、そこはスムーズにできるということもあって合格させていただきました。で、今回はこのビール用にはビルネみかんだけではなく、弊社の下農場のみかんも少し使用していただいております。で、本プロジェクトなんですけど、私クシードもメマルインクと、カナゴテファームだけではなく、まあ、新しい風を入れて先進的な、やっぱどうしてもなんかこう古臭い商品ではなく新しくインパクトのあるものを作りたいなということで、南足柄出身で、まあ、今 U ターンで小田原市在住で、自身も実家はみかんも少し栽培しているマーケターの加藤氏に、参加していただいております。で、デザインの方やコンセプトなどは、まあ、加藤氏を中心に、ブラッシュアップしていって今やっております。はい、ご紹介に預かりました加藤と言います。少しお話がありましたけれども、出身は南足柄市でございます。ただ15年間、東京にいまして、おととしこちらに戻ってきました。その中でずっと地元にいたのに気づけなかったことっていうのが多々あって、15年間東京にいて久しぶりに小田原足柄に帰ってくると、ああなんて空は広いんだ、高いんだ、緑が素晴らしいんだってことに気がつきまして、海も山も全てがあるということで、地元のことをすごく好きになったっていうのが経緯であります。そして会社を独立しまして戻ってきた時に、森谷さんですとか小山田さんですとか会いまして、やはり地域の中で頑張っている方々に対してすごく共鳴をしたと。やはりみかんを作っているということもあったんですけれども、それでこの話をいただいて、ビルですとかロゴみたいなものを作成させていただきました。この小田原みかんビールの、コンセプト、ロゴのコンセプトでございます。正直地域名プラスみかんビールってたくさんあってですね、そこで差別化はできないだろうと。それよりもロゴですとか目に入ったものが印象に残るだろうと。でもまさにターゲットは女性です。もうそれこそ25から35ぐらいの、まあ、インスタ映えみたいなところがありますけれども、イメージとしてはあまりビール得意じゃないと、お酒もあんま得意じゃないけれども、ちょっと手に取ってみたいなということで可愛くデザインしました。ここみかんの隣に猫がいますけれども、小山田さんが作られているみかんですね、お昼寝みかん、まあ、お昼寝って何だろうな、まあ、ゆったりするような、このビール飲んだり言ったらゆったりしてほしいなっていうのもあって、まあ、そこから発想して猫をモチーフにしました。その横にみかんがあり、ちょっとビールのシュワシュワをアレンジした猫の模様があるというところでコンセプトにしています。どっちかというと小田原みかんというよりも猫のマークが入ったらいいのかなと